皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、今回はですね、トロスト側とシガンシナ側両方でですね、ガチャガチャを今日はね、引いていきたいなと思ってるんですけれども、引くガチャはちょっと、各、サーバー、ワールドごとに違ってて、でこれが、トロスト側なんですけれども、トロスト側ではこのガチャですね、一夜の夢、に願いを込めてガチャかな。要はこのアルミンを狙っていくというやつなんですけども、前回とか前々回ぐらいの動画かなで、もしかしたら言ってるかもしれないんですけれども、トロスト側は、紫のアタッカーがゼロなんで、今はね、最初紫の周回から周回クエストは始まってると思うんですけれども、もう残念な編成しか組めないんで、ただこのアルミンがおるだけでもね、だいぶ違ってくるとはね、思うんでね、これをねちょっとね狙っていきたいなと思います。ちょっと前の動画でも多分ね狙ってると思うんですけれども、当たらずというところで、今回は最大で30連ですね。こっちはね回していって、で向こうシガンシナに関してはこっちっすね。こっちで、こっちの何を狙うかっていうか、リバイとかでも全然欲しいんですけど、どっちかっていうとニファ、が欲しいかなって感じ。ミケはね、なんか知らんけどゲットしたんで、ニファ狙いっていうところが最大の、狙いかなというところなので、まずはこっちね、アルミね狙っていきたいなと思います。さあもうこの30連以内で話つけたいな。はい。はい。アルミン出てきてる。これ、初手10連でついたんじゃない?ねえ。もうカモしかないわ。カマへんのかい。いや、カマへんのかい。また薄いとこ引いたな。はい。はい。いや、そこ引くんやったらよーって。はい。はい。で、あと1枚は、刺したね。はい。でも、悪ない。全然悪ないぞ。こんな薄いとこ引ける実力あるんやったら、全然ピックアップなんでね。引いてもらっても構わんのだが。はい、ミカサ。アルミンおって引けんかったんで、ミカサ、ただここではまだ、星音確定してるんで、ガブッと噛んでくれ。かまん。いや、トロストかまんな。ちょっと頼むわ。いや、ほんまアルミ欲しいんすよね。はい。はい。マジで。いやー、なんぼ引いたかな。結構引いてるんちゃうかな。チケットではもちろん10連引いてるとして。赤石でも2、30連引いてるはずやねんけどな。で、今回の30連で、おそらくは7、80連ぐらい引いとんちゃうかな。頼むで、ほんま。ラストっすね。行きましょう。なんかだんだん減ってたな。一人ずつ減っていくストーリー、スタイルやめへん。マントつけとうわ。しっかりつけとうわ。はい。これは絶望的と言っても過言ではないだろう。ないだろうって。ないやろな。これも欲しいのオンパレードか。はい。はい。はい。何ガチャやねん。はい。というところで、一夜の夢に願いを込めてもアルミンはやってこなかったというところで、気を取り直してシガンシナの方行きましょうか。ニファ狙いに行こう。はい。というところで、シガンシナの方ですね。やってまいりましたけれども、さっきはもう散々の結果やったんで、なんとしてもね、狙いたいんですけど、これってあれか、赤石、10連といけんな。こっち側では、ニファをね、狙っていきたいなと思います。紫の、アルミンとかはね、ゲットしとんで、こっちはいらないんでね。ただし、紫の次の属性が、緑の周回にはなってくるんですけれども、まだね、その全体攻撃とか、その周回向けのキャラっていうと、話で言うと、霊服リヴァイとかね、あんなんもちょっと入ってきてしまう、手持ちなんで、もうちょっとそれはね、さすがに、この辺の2波のね、キャラをゲットしてね、ちょっと見栄えの良いね、編成にしたいなって思います。というわけで、最大で、30年ぐらいかな。行こう。はい。ちょっと最近、加工気味よな。完全に加工してるわ、ガチャガチャが。どうした?
はい。まあ、これはあかんやろな。なんか、いい思いさせてくれへんな、最近。どうやろうな、まあ、まあ、開始なんでね、まあ、微妙な確率にはなっとんかなって思うんですけど、まあ、そんなん言うてる、あれないんでね、こっちは、もう必死なんで、赤石で頑張っていきたいなと思います。はい、一人、ぼっち。はい。で、その、バタバタしてるマントは、つけておく。さあ、行くか。いや、もう何の絵にもならんぞ、この動画。最初のなんか3人出てきたところでなんか結構ようあんな、一発目だけ演出よくて、あとなんか全部なんか微妙みたいな、あの初手だけいいパターン、かなんか最後になったらちょっと仕事するエレン君、たまに出てくるからな。さあそっちのエレン君で会ってくれ。はい、行こう。もう鼻で割ると思ったわ。さあ、いやもう好き勝手そのマント。いやもう何も出えへんやっちゃな、これ。困ったな。はい。まあまあまあ。狙いのキャラは一つもゲットできへんかったけど、まあ、あのチャレンジ精神は、はい、ちょっとね、認めていただきたいなと。ああ。まあ、一応チケットはあるとはいえ、まあ、厳しいやろうな。まあ、いっか。しゃあない。緑ねえ、はい。というわけで、なんやねんって話なんですけど、トロストと、シガンシナとですね、トロスト側では、一夜のアルミン、そして、こっちでは、浮世ニファって言ったらええんかな。2キャラをちょっとね頑張って、狙っては見ましたけれども、何の収穫もなかったですね、60連。残念。というわけで、まあ今ね、皆さん、周回しまくってると思うんですけども、レベリングが解放、戦術レベルが解放してね、レベリング頑張ってると思うんですけれども、僕もね、頑張って今、やってますので、もう早い人ほんま早いよね。もうすごいなと思うんですけれども、まあ自分もね頑張って、やっていきたいなと思いますので、皆さんもね頑張っていきましょうというところで、今回の動画はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。